こんにちは、アポロンのシェフタイドです。これなんですが、まあ、うちのお店で使っている銀食器シルバーですね。これだいぶこう変色してきたので、酸化するとどうしても変色するので、これを、まあ、今日は綺麗にしたいと思います。で、専用の銀食器磨きとか、あの歯磨き粉とかでもこう研磨剤が入っているので、こう一本一本磨いてもいいんですけれども、どうしても研磨するので、まあ、細かい傷がつくんですね。まあ、僕はそういうのが嫌なので、こすらないで、一瞬にしてきれいにする方法っていうのがあるので、今日はそれをご紹介するついでに全部これをきれいに、お掃除したいと思います。はい、それではやりたいと思います。やり方本当に簡単です。まず鍋にですね、お湯を沸かしていただいて、沸いたら火を止めます。そしたら、まあ、水の量に対して、まあ、塩、そうですね、スプーン2杯ぐらいですかね、入れてよく溶かします。よく溶かしたら、これです、アルミホイル、普通のアルミホイル、はい、これをですね、鍋に沈めて、もうこれだけです。もう準備するものはこれだけです。お湯、アルミホイル、塩、これだけです。で、これで、シルバーを入れると、このアルミホイルの方に、汚れが移るっていう電気分解ですね。電気分解でこすらずに一瞬にして、シルバーの汚れが落ちるということです。これなんかちょっとひどいですね。これ入れます。で、そのまま、4、5分ですか。このアルミホイルに、まあ、ついてれば、接していれば大丈夫なんですけど、4、5分このまま、まあ、ちょっともうちょっと入れますね。はい、こんな感じです。もうこれだけです。これだけでピカピカになります。もう初めに入れたやつなんか結構もう綺麗になってると思いますけど。わかりますかね？これまだちょっとこいつ手強いですね。4、5分このままにちょっとしてみたいと思います。今5分経ちました。もう見ての通り、もうピカピカです。汚れがもう一切ありませんね。ほら、ピカピカになりました。新品同様ですね。もうこの細かい装飾の部分の隙間までもうピカピカですね。はい、こんな感じです。次はこれやってみたいと思います。このクリストフルの、シルバーなんですけれども、これ一番変色度合いが激しいですね。これが本当に綺麗になるのか、ちょっとやってみたいと思います。条件はさっきと同じです。これで、まあ、だいぶちょっともう綺麗になってきてるね。これでまたちょっと5分放置します。はい、5分経ちました。もう見てください、もう全然明らかに違いますよね。ピッカピカです。やっぱりこのクリストフルで、その銀の純度が高い分すぐ綺麗になるんですかね。これはすごいですね。ピカピカです。続いてこっちのやつ もう全部入れちゃいましょう。これも全部入れたいと思います。はい、全部終わりました。見てください、もうピッカピカです。本当、あの食塩水にアルミホイルを入れてそれに落としただけです。もうこすったりそういうのは一切してません。もうピカピカですよね。もう新品同様です。まあ、これすごい簡単なので、こういうスプーンとかそういう以外にも、シルバーであれば何でもできます。まあ、ネックレスとか指輪とかそういう小さいのでも全然できますんで、本当簡単です。このやり方おすすめなんで、皆さんもぜひやってみてください。以上、アポロンのシェフタイラでした。